純粋の運命は強くなくけど、俺は立ち向かう。痛みと悲しみの中、魂を探し続ける。俺は誰だ？俺の中には何がある？暗い空の下、真実を探して歩き続ける。周りは空っぽだけど、心の中燃えている。俺の魂は強い、現実はしない。魂が自由になりたがって、体から逃げ出そうとしている。その道をどうやって閉ざせばいい？俺が悪いのか？尺の棘をその心に、魂が迷わないように俺は守り続ける。俺は繋いにとか棘が深く刺さるけど、俺は魂がその道を取らないようにする。その罪は心を焼くけど、俺は守る、決して離さない。迷わないで、痛みを避けるために、この毒の世界はただ苦しみをもたらすだけだ。天国地獄の山の上にあるのではない。それは私たちの中に、魂が宿る場所にある。苦しみと痛みから光が生まれる。嵐の中から生まれた真珠のように。どこで答えを見つければいい？自分の中を見つめたけど、そこにあるのは嘘ばかり、真実は見つからない。天国と地獄は空の輪ではない。それは魂の二つの半分、終わりなき戦いの中にある。苦しみから穴さが生まれる。俺たちの一歩一歩が教訓だ、試練だ。全てを失っても魂だけは守れ。それは内側で燃え続ける、決して消えることのない火だ。全てが失われても、この灰は再び満たされる。ただ魂が清らかであれば、それが重要なんだ。天国地獄の岩の上にあるのではない。それは私たちの中に、魂が宿る場所にある。苦しみと痛みから光が生まれる。嵐の中から生まれた真珠のように。俺は彷徨えるものを見た。土の中で横たわっていた。彼は信仰、法律、王国を笑い飛ばしていた。何も信じていなかったが、その魂は輝いていた。恐れのない心、ただ純粋な光。彼は真実を否定し、遠くに歩き去った。でもこの世界のどんな火よりも、彼のための魂の炎は強かった。誰も彼を理解できなかったが、彼は星のように輝いていた。そんな魂はこの世でも、あの世でも見たことがない。天国地獄の岩の上にあるのではない。それは私たちの中に、魂が宿る場所にある。苦しみと痛みから光が生まれる。嵐の中から生まれた真珠のように。人の魂が低ければ低いほど、彼の花は高く上がる。星に手を伸ばしているけど、内側には何もない。本当の成長は内側にあり、太陽の下にあるものだけではない。一人でいる方がいい。炎を守れ、誰かに魂を与えず心を失わないで。魂は無価値ではない。それを無駄にしないで、それを大切にしないものに与えても何も返ってこないんだ。おお魂よ、愛と優しさを求めるな。それは他人から来るものではない、自分の中に生まれるものだ。自分の心に愛と優しさを作り出せ。外でそれを求めるな。光を消せ。